脇瑞希です。皆さん、この度は本当に申し訳ございませんでした。だからあれなんですよ。だから結局カラちゃんね、僕言ったんですよ、いろんな大人に良くないんじゃないか言ったんです。でも現状今カラチェン、そういう事件が起きている。それならばとりあえず清き一票を私にそういうことですやるならとことん楽しんでやりましょう。はい、今はね、たくさん不安を抱えてる皆さんがいると思います。俺もその一人です。一緒にこのカラーチェンジを乗り越えていきたいじゃないですかそれでは皆さん、またの動画をお楽しみに